番組ではこれまで市場にめったに出回らない幻の食材と数々遭遇。今回のそれもすごかった。豊橋の焼き鳥店なごみにそれがあるらしい。名古屋コーチンをはじめ愛知の銘柄鶏を堪能できるなごみの人気メニューが、そのままうん、あ、新食感かもしれない。生姜のこの辛さと豚のなんかねマッチしてる、うん、生姜が入っていてすごいなんかしょっぱい甘酸っぱい感じがあってすごい美味しいです。さっぱり感がすごいんで、もうあのお酒も進みますし、もう何本でもいけますよこれ。何本でもいけます。何本でもいけちゃうこれ。絶賛されているのは鶏ではなく豚肉の生姜巻き。この豚肉が幻の食材なのか、そう思いきや、え、幻は生姜の方？生姜なんてどれも同じじゃないんですか。こういうものをスーパーの生姜とかで使っとるのはもともとやっとったんだけど、たまたま、はい、なんていうんですかね、この生姜ちょっと別格っていうかね、う食べてみてもらえば分かるんだけども香りも違うし、あ、やっぱ味が濃い、うんうん、香りも味も別格。以前番組で紹介した中区矢場町のいただきでもこの生姜がなくてはならないという。名物は希少な蓬莱牛を盛りに盛ったレア牛丼。そして幻の生姜はここに。その訳は、爽やかな辛みで、でレア牛丼と合わせた時もすごいバッチリ相性が良くて、欠かせないようなそんなアイテムだなと思って、あのもう使わせてもらってます。え、大将、この生姜ってどこで作られてるんですか。愛知県の、ね、稲沢市。稲沢市ですか。ということで、幻の生姜を求め稲沢市へ。一体どんな人がどんな風に作っているのか。教えられた住所に向かうと、あ、あった、生姜の文字。すいません、こんにちは。はい、あ、こんにちは。こんにちは。稲沢市に珍しい生姜があるって聞いてきたんですけども。はい、幻かどうかはちょっとわからないですけど、生姜を作っております。あ、生姜作ってらっしゃいます。はい、その生姜の名前ってどういう、はい、金時生姜と言います。簡素な建物ですが、ここに料理人たちが当たり前に絶賛する幻の生姜が。これが金時生姜ですね。赤色ですね。はい、天然の赤色で、主にどういった使われ方してるんですか。この主に焼き魚のつまとして、懐石料理のつまものに使われます。はい、金時生姜は、はじかみやその姿形から野生姜とも呼ばれ、大きさからして一番小さい小生姜に分類されるという。香りと辛みが強く、他の生姜に比べ栄養素も豊富とか。でもなぜ幻なのか。どれぐらい希少なものなのかっていうのをあのお伺いしたいんですけども。はい、あのだいたい1食3万円以上の料亭に行っていただかないと、あの私どものこの生の野生姜っていうのは出てこない。高級料亭で使われる幻の生姜、金時生姜。その幻っぷりは凄まじく。一般的なスーパーとかには出回っているんですかね。あのほぼ出回っていないんですよ。はい、生の野生姜が置いている店舗は4店舗。
になります。生産量が少ないので、はい、もう実はこの4店舗維持するだけで精一杯の量なんです。そうなんですか、はい、愛知県内で置いてあるスーパーはたったの4店舗して、おいくら？お値段的にはこちらですと30本で1200円になるんですね。30本1200円、はいはい、野菜にしてはかなりお高め。ということはさぞかし儲かっているのでは？あのコストを考えると完全に赤字になります、はい、1200円という価格でも赤字なんですよ。それでも赤字、はい、なかなかその普段販売に行っても売れていくようなものではないですので、はいはい、高級料亭御用達なのに赤字？一体どれだけのコストがかかっているのか。あの半地下になった島と呼ばれる。半地下の島、はい、この中に生姜が、よいしょ、あ、本当、こんな風に育ってるんですね、はい、一年中夏の状態にしておく必要がありまして、下から加温してるんですね。下から熱を出してるんですか、はい、こうすることで、あの一年中安定した品質のものをこう料亭さん向けにお出しすることができるんで、昔からこの辺りではこのやり方をしております。一年中、はい、5棟ある温室ハウスにかかる電気代は年間およそ300万円。さらにおよそ2ヶ月ハウスの中で栽培される金時生姜が、その鍵となるのがこの砂。これ木曽川の川砂でして。あ、川砂、はい、生姜というのが、あのこの色が命なので、はい、この赤色を出すのにはこの砂っていうのがすごくいいんですよ、はい、木曽川の水系だとこういろんなミネラルが多く含まれてて、でそれが作用してこの赤色が強く出るんですね。しかもですね、この砂は、あの一度使ったら全て捨ててしまいます。一回しか使えないんです。連続して作るとやはり病気が発生したり、その病気も怖い病気があって出るともう全部枯れてしまったりするので、特にこの金時生姜というものがその連作の障害が強くって、そういったあの防除の面からも一回ずつ全部捨ててしまうという。木曽川上流から運んでくるこだわりの砂、およそ100万円。そして最もコストがかかるのが栽培に欠かせないこの種生姜。膨大な量が必要だそうで、年間コストは衝撃の1000万円。コストがかかってしまうんですけれども、そうしないことにはあの品質の良い生姜が出せないので。稲沢市周辺は栽培に適した砂が豊富で、最盛期は200軒もの生姜農家が。けれど今やもう残り3軒まで減ってしまっております。え、たった3軒、はい、色をこう赤と白に染めた違う品種の生姜がたくさん輸入で安く入ってくるようになって、そちらを主に使われるお店が増えて、あのほとんどやめられてしまったという、採算が合わないので続けられなくなっちゃったんですね。そうなんですか、はい、時代とともにガチで幻になりかけている金時生姜。そんな中、17年前に木村農園に入社した伊藤さん、様々な職業を経て全くの未経験で農業の道へ。手はいつも泥だらけ。一番の喜びは、知らない人にね、食べてもらって、なんこれって言って、うおーってなってもらうのがもうっていう、あれに勝るものはないですわ。自分は分からなかった、そんな喜びがあるなんてね。やってみて思った、あ、これ楽しいわって、農業ってやめられなくなるのはそういうことだな。
伊藤さんって肩書きって何でしたっけ？統括部長です。統括部長、はい、自分でもちょっと何かわからないんです社長さんって結構年配の方だったりとかするわけですか？社長そこに います、はいはい、お作業なさってる女性の、はいはいはい、社長です。あ、社長さんですか？はい、はい、お名前をお伺いしてよろしいですか？はい、伊藤さとみです。伊藤さとみさん、はい、夫婦なんですよ。あ、ご夫婦。社長のお父様は先代の社長になりまして、跡取り娘、はい、っていうことですね。はい、あ、じゃあ伊藤さんは俗に言う松尾さん的な存在でございましてあの日々頑張っております。特にこの仕事に関しては僕が一番新人なわけです。ああ、そうですね。はい、ばあちゃんもじいちゃんもね、あの当然さとみさんより前からやってるし、さとみさんはもう僕と知り合う前からやってるわけなので、うん、社長であり奥様のことをさとみさんって呼ぶんですね。そうですね、呼んでるよな。そうそう、はい、まず私もほら、まさひろさんっていうから、そうですね、そうなんですよ。3代目の社長、さとみさん、部下である旦那さんと共に生姜栽培に汗を流しながら今力を入れているのが通販事業。金時生姜の加工品の売れ行きが好調だそうで、社長の努力の甲斐あって見事経営は黒字に。うん、この子は誰？こちらの お子様、はい、あの長女です、はい、小学校4年生千尋、伊藤千尋と言います。手伝ってもらえるんでありがたいです。3人兄弟の真ん中、千尋ちゃんは大のお父さんっ子。じいちゃんは父ちゃんのこと好きですか？あんまり。だよね。好きです。ありがとうございます。痛い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 。父ちゃんの点数何点ですか？40点。だいぶ低いね。落第ですね。父ちゃん遊んでくんないもん。いや、遊んでると思うんだけどな。父ちゃんと遊びたいの？ありがとうございます。パパには金時生姜にこんな思いが。あんなの飾りでしょ、食べるもんじゃないでしょと言われるんでは悲しいです。悲しいですね。いやいや、食べるもんだよって、美味しいよって。ものすごく減ってしまってね、今もう本当に3軒あるかどうかっていうレベルですけれども、まだあるよっていうのをこう、まずは知っていただけたらね、一人の人でもありがたいので。こういう金時生姜を作る人生になると思ってますか？全く思ってなかったです。あの1ミリも思ってなかったです。ただ縁あってね、させていただいているので、はい、自分の体の動く限りはあの金時生姜をこう皆さんに知ってもらいたいと思ってます。熱い思いがあるならば力になるのが当たり前。そこで、こんにちは。あ、どうも。こんにちは。あ、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。以前番組でお世話になったある人のもとへ。今取材してますのが稲沢市で作られている金時生姜というものを取材しているんですけども、うん、お願いに上がったっていうのが、はい、金時生姜を使った料理をお願いしたいと、はい、南極料理人に。そういうことなんですか？そういうことです。あ、はい、海女市の南極料理人吉田はじめさん、以前番組で絶品日本料理を生み出す凄腕の料理人として紹介。かつて南極越冬隊の一員として海を渡り、隊員たちへ料理を振る舞い続けた吉田さんなら、金時生姜をさまざまな料理に変身させ世に広まるきっかけを作ってくれるはず。
心よく引き受けてくれた吉田さん。初めて扱った金時生姜は、生姜としてはすごく素晴らしいものであるんですけど、生姜の風味を引かそうと思って入れるとやっぱり他の味がちょっと狙った味が出てこないというか、その辺のバランスの取り方が難しかったですね。数日後、何も知らない伊藤さんを呼び出し、どうもすいません、お呼び立てしちゃってすいません。はい、はるばる来ていただいてすいません。いえいえ。はい、はい、いらっしゃいませ。あ、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。何があるんですか。あのですね、はい、伊藤さんに事の顛末を説明し、到着早々料理の試食へ。緊張します。緊張します。緊張します。全然慣れていないので。ありがとうございます。はい。わあ、綺麗。自分の生姜がこういう料理になって出てくるっていうのは今まで見たことのない形なので、もうただただ驚いております。はい、写真撮ってもいいですか。 あれ撮れない。なんでだ。金時生姜を使った料理が5品。興奮したのはその内容。このワンモノ、すり流しには切り目をペースト状にして加え、新序には刻んだ端かみで風味と食感をプラス。豚の角煮、味噌の色に同化していますが、ここに生姜が。豚バラ肉の甘い脂を根生姜の強い辛みが受け止め、八丁味噌のコクが際立つ一品に。これはね、もうこうガブと、うん、うん、いきますか。めちゃくちゃうまい。10個でも食べる。さまざまな料理でこう御膳にしてもらったっていうのは初めてでして、はい、もうさぞ、うん、ご苦労なさったろうなと思いまして。、はい、もうありがとうございますよ。食材が本当にもう導いてくれた感じで、今後はですねさらにいろいろな可能性を考えたいと、この金時生姜に仕入れさせていただいて使っていただきたいと。頑張ります。はい、ご視聴